原宿です。お寿司です。いや、お寿司さん、はい、炭酸水飲んでます？いや、飲んでないっすな。え？いやいや、炭酸水飲ん、炭酸水って何？ソーダ。ソーダ飲まない人なんていないでしょ、今日。いや、いるでしょ、いっぱいいるでしょ。ソーダって甘いやつじゃない？もう全く甘くない、味しない炭酸水。マジでそんなん飲んでんすか？僕毎日飲んでます。なんか一時期流行ってたよね、あれとは違うの。あの藤原紀香が配ってたやつは。あ、水素水。あ、水素水とは違う。水素水とはそういうなんかさ、うん、よくわかんないやつじゃなくて、もうただただ炭酸ですよ。だから炭酸水そのまま飲むの？そのまま飲むね。いや、全くもう飲んでないっすね。あの人も毎日飲んでるんですよ。金髪豚野郎と呼ばれたあのあいつ、ヤスハの怖さ、怖ささんも毎日炭酸水飲んで喉をこうガッて通してからじゃないと、もう落語できない。マジで言うぐらいの炭酸水マニアなんですよ。怖さ、怖さが、それ言われるわ。怖さが飲んでるのになぜお寿司が飲まない？怖さ飲んでるやつ大抵俺飲んでねえと思う、多分そうなってきたら。僕な、炭酸水好きなんですよ、僕は。何がいいんですか、そんなに。もともとあんまり甘いものが好きじゃなくて、甘いものっていうか甘いジュース、はい、はい、甘いジュース好きじゃない。甘いジュースが全然好きじゃない。で、お茶とかを飲んでたんですけどジジイだな、なんか、お茶の味もどんどん邪魔になってきたんですよ苦味が、なんか味がどんどん嫌になってきて。水飲めばいいじゃん、水。そしたら水は水でなんか寂しいんですよね。 あと水を金出して買うっていうこの水道水が飲める世界で、うん、天然水かなんかわかんないけどそれを金出して、しかも変わんないじゃないですか、値段が。変わらない。30円とかだったらまあ別にね、いいかなと思うけど。炭酸水と普通の味のついてる飲み物と変わんないぐらいの値段なのに、うん、そうだね、それ金出して買うのはちょっとなみたいなそっか、うん、だからやっぱ炭酸水が一番ちょうどいいんですよね。まあ、味のあるものが嫌い、うん、水は金出して飲みたくない、うんうんうん、ってことは炭酸水まあそういうふうなと消去法でいくとそうなのか。これはやっぱちょうどいい選択肢なんですよ。もう今棚1個炭酸水ですから、うん、そういう人の需要はすごく多いと思うんですよ。いろいろあるんですけど、まあ、セブンイレブンね。セブンイレブン、これちょっと事件が起こったんですよ、最近。炭酸水の歴史に。そうなんですか、うん、みんなが知ってんの、それは。セブンイレブンって、まあ、3つ売ってたんですよ、炭酸水が。ほうほう。まあ、まずノーマル、プレーンの、うんうん、本当に何も味しないやつ、はいはいはい、うん、でレモン、なるほど、あとグレープフルーツ、うんうん、グレープフルーツもあるんだ。このもう3枚看板でやってたんですよ、うん、ずっとやってた、これそんなずっとやってないと思うんだけど。永遠にもうこの時代が続く。多分そこそこの 4,5 年の話じゃないですか、うん、なんで、うん、その炭酸水好きとしては、うん、次何のフレーバー出してくるかっていうことにすごく注目をしてたんです。なるほど。ちょっと前提から話すと、そのセブンイレブンの炭酸水、うん、今言った3つの味なんですけど、うん、ファミリーマートとかは、うん、セブンプレミアムの炭酸水じゃなくてウィルキンソンの炭酸水なんですよ。なるほど、うんうん、ウィルキンソンの炭酸水もプレーンとレモンとグレープフルーツ、うん、やっぱ王道なんだね、それ。の3つがあって、うん、プラス、うん、ドライコーラってやつと、これコーラ風味ね、コーラ味じゃなくてコーラ風味、フレーバーだけ、匂いだけコーラ。何それ。とあとクリアジンジャーっていうのがあるんです。これはジンジャー風味、エールね。ジンジャーエール、それはジンジャーエール風味、風味ね。ジンジャージンジャーエール飲めよ。生姜風味ね。この2つがあって、まあ結構美味しいんですよ、これは。あ、そうなんだ。だからセブンイレブンに行かないときは、うん、このドライコーラかクリアジンジャーかどっちかを飲むっていうのが炭酸水好きではもう、いや、原宿さんだけでしょ常識なんですけど。常識じゃないと思うけど。で、あとローソンとか行くと、うん、ブドウとかもあるんですよ。へー、ブドウあんま見かけたことないな、うん、でもセブンイレブンは、うん、その3つの味から一切次を出してこなかったんです。次の一手を打ってこなかったんです。なるほど。ずっとそれがだから炭酸水界隈では、はい、次なんだ注目されてたの。本当にされてたんだよ。そうそうそう、うん、ずっと気になってて、うん、ブドウなのかね、オレンジなのか、うん、あ、オレンジ、ウィルキンソンにオレンジもありました。ああ、そうなんだ。6種類ね、ウィルキンソンは6種類。ウィルキンソンは節操ないね。ウィルキンソンは結構多面的な的なフレーバーを出してくるんですけ ど、セブンイレブンは3つしか出してなかった、はい。
だ次が何かってこう気になっていたらなんと出たんです、うん、お、なんだ最近出た何強炭酸水強炭酸水強くしてきたのああそっちの強ね強強強風じゃないの強風炭酸水もう意味わかんないしちょっとはんなりした炭酸水それも炭酸の良さ消してる確かに強い炭酸水ああなるほど出してきたんですよここにねああびっくりしてそれ大事件なんだ炭酸水界隈ではもうボワーって新しい味を出すかと思いきや強くしてきたんですよ裏返ってきたと、うん、これは衝撃がもう走って、うん、まさか強くしてくるとかねそっかこんなことあるんだ上下なるほどね、うん3D で動いてきた感じだね。もう正直、うん、想像もしてなかったんですよ強くしてくるなんてことそこまで言う枠の外だったんですけど、うん、ただなんか言われてみるとあーまあ確かに強くっていう選択肢はありだなと、うんうんうん、多分普通の炭酸水だとちょっとまあ刺激物足りない結構あの炭酸がね抜けやすいんですよペットボトルの炭酸水って、うんうんうん、すぐ普通の水になっちゃうんで、うんうん、そうなんだそれを強くするっていうのは確かになと、うん、ほうこれマーケティング的にもあるんだろうな、うん、需要があって確かになんかセブンイレブンがやるぐらいですから、うん、セブンイレブンなんてマーケティングの神ですからね、まあ、確かに多分そうだろうねそいつがやってくるぐらいだからもうバリバリ賞賛あるんですよ俺は、うん、だから新しい味じゃなくて、うん、そっちかと強くする方かとで飲んだわけですかあまあもちろん飲んで、うん、やっぱ強いんですよもう普通の炭酸水よりもバラーッ、うん、バラーッっていう支障をきたしてるじゃんそれを飲むことに対していやこれがいいですいいのこの痛みがいいんですけどだからでもこの強くするパターンって、うん、ああなるほどちょっと今後あるなって思ったんですよ確かにいろんなことに使えそうだねその新しい味を出すっていうのは結構これまで やってきたじゃないですか、うん、例えばガリガリ君とかああもうねあれむしろあのないだろって味を出すことによって、うん、ちょっと宣伝も兼ねてナポリタン味とかね、うん、クリームシチュー味とかあった、ね、アイスでそんな味ありえないだろっていう味をあえて出すっていう、うんうんうん、まあ戦略じゃないですかでもなんか新しい味っていうよりは今後その強みを倍にするとか、うんうん、そっちに行くんじゃないかなってこの時代の流れすら感じさせたんですよねこのそれの第一歩目じゃないかっていうセブンイレブンの強炭酸水事件は事件となってんだ今、うん、これ強まりブームが強まりブーム確かに来るかもね強まりの風を感じたんですよ今回なるほど例えば既存の、うん、もう当たり前になってるような商品も、うん、今後強まる可能性がある例えば何ある、まあ、だから、うんまあ、ホットスナックとかもそうですよ、うん、唐揚げ棒とかもねあ強唐揚げ棒強唐揚げ棒、まあ、何が強まるのか分かんないですけど、うんまあ、なんかでかくなったりさあでかさはか長くなったりとかさそれなんか元に戻ってるけど8個それ数増えてるからそれもう折れそうになる途中で折れそうになっちゃうみたいな唐揚げそういうことじゃないじゃない強さってなんかそういう、 もう今まであった特色がさらに強くなってくる、うん、確かにねあポップコーンとかさ、うんうん、強ポップコーンいいんじゃないあだからさ、うん、これはコンソメパンチが昔からやってるじゃないですかダブルとかトリプルとかね、うんうんうん、あやってるやってるこれがさらにもっとくるんじゃないかっていうああでももう味が強いっていうのはね、うん、もう行き過ぎたところはあるからやっぱ歯応えとかじゃない硬いブームみたいなのもあったでしょグミ硬いブームとかああまだそれこそあの硬いといえば井村屋のね小豆バーとかが京小豆バーみたいな折り春コン小豆バーみたいなのが出ていいねこれ噛み砕いたやつ噛み砕けるもんならみたいな確かにそれなんかブームだよそういうのなんか来そう、まあ、セブンイレブンの強炭酸が仕掛けたことによってちょっと流れ変わるんじゃないかなっていう今後の動向に注目っていう感じですか、うん、というわけであのメールに行きたいんですけどいる人お最近多いですねいる人おなじみのねいる人ですよもうこれをメインコーナーにしたいんでね、うんうん、もうねもうそろそろいなくなったと言われている、うん、いる人ですかまだまだいるだろうと、うん、いるんですかいる人読ませていただきますね、はい食パン親善大使さんほう食パン親善大使さんのいる人
ガムを飲む人あいるな、これいるんですよね。なんなんだろうあいつ、なんで出さないんだろう気持ち悪くないのかな。ちょっとさ、うん、強ぶってるよねやっぱ。それは強ぶりなのか俺ガム飲むせい。いやなんか俺最近めっちゃびっくりしたんだけど、うん、あのおもころライターの大吉っているじゃないですか、はいはいはい、大吉がツイッターでこれまで8割ぐらいガム飲んでるって書いてて、うん、気持ち悪って思って気持ち悪、余計気持ち悪くなったわ。だからチャットでなんかそのツイート貼って、うん、マジでみたいな、うん、いやもう全然飲みますよみたいな、出す意味がないでしょみたいな、そのまあなんかガム今の昔は、うん、あのあんまりね胃腸に良くないとか言われ、うん、消化に良くないとか言われてたけど、うん、今のガムはなんかそんなに悪くないらしいみたいなのをなんか持ち出して、マジで、いや体に悪くないんだったらガムを飲まないことに何のデメリットもないでしょみたいな、ゴミも出ないしみたいな。メリットデメリットの話じゃないからねこれは気持ち悪いかどうかだ。なんか気持ち悪いんだけど、それ飲む人からしたら別にどっちでもいいじゃんってことなんですよ。あ、出しても飲んでも狂ってるな。でそのやり取りを見てた、うん、あのダヴィンチ恐山が、うん、私全部飲んでますマジで 100% 大吉は人生で8割のガムを飲んできたんだけど、うん、恐山は10だそんなやついんの本当に10なのそれ本当に10だったらすげえな。ええー、と思って、それのせいじゃん、すごいやついるな、おもころって気持ち悪いな気持ち悪い、相当気持ち悪い今までそんなガムを10割飲んできたやつと席を共にしてたんだと思ったら嫌な気持ち本当だよ。飲みますガム、飲まない飲まない。いやちょっと恐れさんに聞きたいけどさ、うん、スーパーソーダガムはどうなのかってちょっと聞きたいわ。ガムによるってこと？ガムにさすがにスーパーソーダガムは出してるでしょいや飲んでるってそれ嘘だよ。それさ10割飲んでるんだからもう全部飲んでますよ。風船飲み一箱食ってそれも飲んでますもうやべえなそれいやだからもしかしたらその別にガムなんて飲んじゃえばいいじゃんっていう方がもしかしたら多数派かもしれない今の世代のことがね。マジで今もさ、だって板ガムっていうのがまず主流じゃないじゃん、粒ガムじゃん。そうだね、粒ガムぐらいだったら飲んじゃってもいいやみたいな。まあ確かにあれぐらいだったら飲めないことはないと思うよ、うん、なんかそっちが主流なの。俺たちはやっぱ板ガム世代なんで。板ガム世代だし、ずっとロッテのあのね板ガムを買ってきたわけじゃないですか。うちはバブリシャス世代でしょ。バブリシャスもあったね、うん、バブリシャスってもうないの？最近見ないね。そういえばなんかなくなったのかな。ないな、それなくなったのかも、ね、あれが一番うまかったよね。味が濃くてあと風船もできるしっていう。そうそうそう、あとなんか知んないけどちょっとマニアックなやつが、うん、ダイリーガーガムみたいなの買ってくる。あーあったあったなんか気持ち悪いやつ。そうそうそう、なんかとろろ昆布みたいなやつ。そう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 あれ食ってるやついたわ。いたよ、なんかあれ食ってるやつ本当ちょっとカッコつけてたよなあいつっていうね。ああこういる人なんですけど、まあ、確かにいたわ、うん、まんまとだって車内にいるんだもんね。ね、次のいる人いきましょうか。カージオイドさん。カージオイドって何なんですかね、うん、カージオイドさんのいる人。レンタルショップで店員でもないのに CD をリリース順に並び替えてる人いるかそんなやつこれでもなんかね、あでもなんか分からないではないな、なんかいそうな気はするな。なんか昔とかやなんかちょっとやったかもなって、そのリリース順じゃないけど、例えば僕本屋に勤めてたから、なんかその本屋で面出しっていう作業があるんですよ。はいはいはい、この本の背表紙を棚ギリギリまで出すっていうの面出しって言って、面出しって言うんだ、うん、その棚を全部その面出ししてるとすごい綺麗に見えると、うん、確かにね、本棚、うん、だからそれをしなさいって本屋で教えられるんですけど、うん、はい、なんか本屋のバイト辞めた後もなんか気になってちょっと僕面出しをしてた他の本屋で、あなるほど、なんとなく立ち読みしながらなんか手癖でこうやってたりとかして、あそのパターン、まあ、なんかそういうのもあるかなと。一番の理由はやっぱイキリですよね俺は分かってるぞ。何も見ないでジャケだけで並べ返したらもうイキリだね。誰もそれを見てないんだけどやっぱ分かってる感のある人として多分生きていきたいっていう
願望があるんでしょうね。今後の決意表明だね、それは、うん、やっぱ分かってないとと、うん、分からないよりは分かってないといけねえよなっていうので、うん、誰に見られるでもないけど、やっぱりその時代順に並び替えて自己満足を得るっていう、 あ、ちょっと待って、これ違うじゃんっつって友達といる時に、友達いる時にそれやられたらだいぶうぜえなだいぶうぜえ何も言わず、あ、ちょっとさささって書いて、あ、きついわそいつなんでって言っちゃうえ、何なんでって、いやいや、ちょっと気持ち悪いんだよこれ、うん、これだってつな気持ち悪いんだようわーやだー小うるせーっていう、ね、なんか知識の間違いとかいちいち指摘してきそうだね、そういうやつしてくるしてくる、いいじゃんもう別にっていや本当だね、でもまあそういう人の方がなんかね、こだわりを強くあるっていうので、うん、まあ、うん、まあ、なんか文章を書いたりとかそういうことに関しては向いてるのかもしれないけど、そうそうそう、まあ、そうかもしれないですよ、友達にはなりたくないなっていう、もう本当に死んでほしいですよマジでいるね、いますね、いるな、まだまだ、まあいる人もいるんですけど、いえいえ、なんとですね、はい、ここで新コーナーができました。何ですか何ですか、2週間ぐらい前にお寿司さんが始めたんですけど、はい、水戸光圀、ああ水戸黄門が、水戸黄門がその初めて日本でラーメンを食べた人らしいんですよ、うんうん、そうなんですよ、ところによるとね、うん、そうですよ、でなんかまあぽいじゃないですか、ぽいぽいぽい、水戸黄門ってまあ諸国漫遊していろんな経験もしてるし、うんうん、そうそう、まあ確かにラーメン初めて食っててもおかしかねえだろう、そうだろ、このなんか確かに説得力あるな、そうマジで本当に何個も、うん、はあ、この人が最初なんだっていうのがいっぱいある、ラーメン以外にもあるんですよね、ラーメン以外いっぱいある、例えばちょっとだから今のところそれしかラーメンしか覚えてないんですけど2週間あったんだから入れてきなさいっていやちょっとねそのことはちょっともう忘れてましたけど、ぽいな、水戸黄門初めてやったっぽいなっていうことを、うん、みんなで考えようというこの水戸光圀というコーナー、うん、水戸光圀のコーナー、放送後にね結構お便りが来まして、なんだなんかいいじゃないですか、これを新しくちょっとコーナー化しようと、こんな来るぐらいならと、うん、しましょうよ、というわけで今日から水戸光圀というコーナー始まります、うん、行こう行こう、なんで最初なんでちょっと例として1個読ましてもらいます、投稿から、いいのが来てんのかな、うん、ドリアさん、いやドリアさん、ドリアさんの水戸光圀が最初にやったこと、うん、生理の女をいたわるこれですよもう一番時代感覚がもうやっぱ優れてるから見とってます、時代の先に行ってますから、もうジェンダー感覚も現代並みなんですよ、ね、はいはいはい、もう当時なんか女性なんてもういかに乱暴に扱うかで男を示すみたいな時代ですよ、今も ね結構そういうやついるけど、そうですよね、当時なんかもうだいぶ男女差激しいですから、うんうん、もう生理の女なんてなんかね汚れとして扱われてたぐらいだってなんか本で読んだんですけど、ああそうなんだ、汚い汚いものだ、もう生理ってだって生理現象っていうぐらいのね、うん、しょうがないことだし子供を産むために必要なことなのに、うんうん、もう当時は多分理解されなくて、されないでしょうね、ただただ血出してんじゃねえよみたいな感じの血出してんじゃねえよ、ひどい扱いだったんですけど、そこは水戸黄門ですから、なるほど、もういたわりいたわりの気持ちですよ、このいるじゃないですか、水戸黄門の1ミリ1ミリっていう方、スケさんカクさんね、カゲロウ銀がいるから、ね、カゲロウ銀女性いますよ、カゲロウ銀なんてもうあんな格好してるからもう、うん、血出たらもう足に全部全部見えちゃうんだからあと風呂にも、ね、風呂にも入るから、ね、入れない、そうだよ風呂入るから、カゲロウ銀の入浴シーンが目玉なのに、本当だよ、月1で風呂に入れない時あるじゃないですか、あるあるある、やっぱそういう時賀来さんはもうね、うん、行っちゃうんですよ、なんであれお銀さん風呂入んないですか、あー賀来さんデリカシーないな、 あれでしょうわ賀来おーいお銀さん好きなものですよそれ賀来さんじゃないでしょ、賀来さんってそういう感じじゃなかったですそんな感じじゃないよ、八兵衛、八兵衛もしくはスケさんの方じゃないですか、えスケさんってそういう感じ、賀来さんは結構硬い物で、あ確か賀来さんは硬い物、うん、スケさんは結構いける、スケさんはちょっとチャラい感じ、チャラいんだ、うん、あじゃあ賀来さんじゃないか、それいやどっちでもないと思うよ、じゃあ八兵衛、八兵衛、八兵衛はもう、ね、八兵衛がそういうデリカシーない感じで、うん、なんかもうそういう明け透けにしてもうなんかいじって ありそうだね、うん、お銀さんはもういやちょっと八兵衛さんやめてくださいよって困ってるけども、もう黄門様はやめなさい
訴えるぞ誰にだよ誰にだよバチギレあの木の杖でね、うん、こうあの股間のところ隠して、ね、うん、ここを見るんじゃないそんな逆に見ちゃうでしょそれここを今見るんじゃないっつってやっぱただお銀さんのね体をいたわって、うん、でもなんかあのお銀さんゆっくり来てくれていいですよとかちょっと今日早いかなっつって、うんうん、あ荷物もあのよかったら持つんでとか、うん、ね、でなんかね、うん、団子とか見たらこれ詰めときましょうかとか言ったりとかそれは八兵衛側いじりに来たもうだから、まあ、そのお銀さんに対するもケアも完璧で、なるほど、いいから、うん、今日はあの戦わなくていいから戦わなくていいっていうのを日本で最初に黄門様が、確かに、うん、なんか言われてみたらその女の人と一緒になんかを行動を共にしている偉い人って言ったら、うんうん、水戸黄門しかいないかもね。あ、旅をするとかは確かにね、うん、偉い人ではちょっと考えられないかもしれないですね。やっぱ偉くないとそれはなかなか言えないから、うん、同じ世代がそんな生理いたわったらあいつ生理いたわり野郎、いたわり野郎だっつって、うん、女の味方ばっかしやがってみたいな感じでなっちゃうから、だから黄門様だったらもう誰も文句言えないから、まあ文句言えない、そうそう、私が言ってるんだ、うん、黄門様ならいたわったんじゃないかないたわっただろうね、こういうことです、うん、水戸光圀。いやでもそのなんか発想がなんか生理をいたわるのの最初っていうのが、うんうんうん、いいね、いいでしょうなこういう水戸黄門が初めて日本でやったことをみんなで考えましょうというコーナー、うんうん、水戸光圀が、水戸光圀今日から始まりましたので、これをもうどんどん増やしていって、うん、もう何がな本当だのか、うん、もうわけわかんない世の中にしてやろうよ。そうですね、ちょっとラーメン以外もいい加減あの教えてください次出しましょうラーメン以外いい加減教えてください、もう一つ出しましょう、今ラーメンしかないんで他にもいくつかあるってことしかいや他にもいくつか、はい、俺の知る限り10はあるんですよ本当に、うん、もうじゃあ皆さんも水戸光圀が初めてやったこと思いついたら、はい、どんどん送ってください、ぜひぜひ。というわけで本日はこの辺でありがとうございました。ありがとうございました。アリチャアリアワー。